皆さんお元気ですか？私は東京ホライズンチャペルの渡辺です。今日はクリスマスイブのディボーションですね。12月24日水曜日、マタイの福音書第1章の18節から25節までで、神の御業は聖霊によって成就されます。このタイトルのもとに QT を進めてまいります。御霊に満たされるとは一体どういうことでしょうか？これは私たちクリスチャンにとっては大きな課題の一つです。神様に自分自身を委ねる、その時に私たちは御霊に満たされます。神様に自分自身を委ねるということは、私たちは神様を信頼してなければなりませんね。今日はこのマリアとヨセフという二人の信仰の歩みを通して、この御霊によって満たされるということを学んでいきたいと思います。マタイの福音書1章18節から25節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。今日の箇所は18節からですけれども、ここに大きな問題があるということがわかります。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、これはおそらくヨセフもマリアもまだ子供の頃、お互いの両親によって結婚が決められていたということだと思います。しかし二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かったと記されていますね。婚約は結婚と同じものでした。それはただ一緒に生活していないというだけであって、結婚に向けての真剣な両家の付き合いだったわけですね。両親によって決められていた人生、そこに聖霊が介入してマリアが身重になってしまったということですね。結婚するということはもちろん両親に対して責任を果たすということであって、結婚するということは彼らが住んでいるコミュニティに対して負うべき義務があるということが明確になる。要するに二人が大人として認められるためには結婚しなければならなかったわけですね。結婚することによって社会の務めを果たしていくというのがその当時のしきたりでした。問題は、今言いましたようにマリアが結婚する前に身重になってしまったということです。要するに約束が破られてしまった。両家の両親が約束したこと、それをマリアが破ってしまった。そしてマリアはその身をヨセフだけに捧げるという約束をしていたにもかかわらず、ヨセフに対する信頼をも破ってしまったということになります。両親に恥をかかせ、そしてヨセフに恥をかかせたマリアは、その村において居場所を失ってしまうことになるかもしれなかったわけですね。ヨセフにも大きな問題がありました。それはこのマリアをどのようにして取り扱ったらよいのだろうかということですね。最低でも離婚です。悪くすれば
マリアに対して石を投げて、マリアという女性を殺してしまうということも考えられました。しかし聖書は19節で、夫のヨセフは正しい人であって、このようなことはしなかったんですね。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。恥は自分が全部引き受け、そしてマリアが傷つくことを恐れ、夫になるべきヨセフはマリアを秘密裏に晒せようとしたわけですね。ヨセフはマリアに対する愛の上に男として覚悟を決めたということができると思います。素晴らしい男性ですね。正しい人が正しいことをするとは一体どういうことでしょうか。正しい人はともすると自分の正しさの上に人を裁いてしまいます。自分があまりにも正しすぎるがゆえに、人の間違いを見て許すことができません。しかし、ヨセフは自分が正しい人であるがゆえに、マリアの間違い、これは決して間違いではなかったのですけども、ヨセフの目にはそのように映ったのでしょう。多くの人にとってもそのように映ったに違いありません。その間違いを許し、マリアに恥をかくされることなく、秘密裏にマリアを晒せようとしたのですね。これは私たちが持っている聖書の理想とする信仰像です。信仰のあり方です。正しいから人を裁くのではない。正しいから人を受け入れ、そして引き受けるということでしょうね。このようなことがあって、20節ですけれども、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。聖書でいう正しさとは強さであり優しさだけではありません。それは神様の声に聞くということ。確かにそうです。義人は信仰によって生きるのです。義人は神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるわけですね。マリアもそのような決断をしました。そしてヨセフも素朴な信仰ながら夢を見て、そして天使が語られた通りに、その胎に宿っているのは御霊によるのですという言葉を聞いて、それを信じてそのように行動していくわけです。21節を見ると、マリアは男の子を産みます。天使の言葉が続きます。その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったと書いてありますね。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。素晴らしい預言です。しかし、ヨセフは驚いたでしょう。この預言が自分に生まれてくる子供に成就するなんて、誰が考えることができたでしょうか。ヨセフは一介の大工です。マリアは一人の田舎娘ですよ。それがこんなメシア預言が自分たちに成就するんだなんていうことを誰が思ったでしょうか。私たちもそうではないでしょうか。私たちも神様の声を聞いたときに、なんでこんなことが私に起こるんでしょうか。なんでこんなことが私に約束として与えられるんでしょうか。もっと立派な人は私以外にもいるでしょう。もっと私よりも賜物を持った人がいるでしょう。経験のある人がいるでしょう。いえ、神様はそのような人をも用いるけれども、神様は素朴な信仰を持ったあなたを今日必要としているのではないでしょうか。24節を読むと、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなかった。そしてその子供の名前をイエスと名付けたとあります。ヨセフが正しい人であったのは、その強さ、そしてその優しさ、そして御言葉に従うその信仰、そしてその御言葉の実現を邪魔をしないという思慮深さですね。マリアを、イエス様が生まれるまでマリアを知ることをしなかったという思慮深さです。私たちも御言葉を成就し実現するときに、この思慮深さが必要です。
聖霊によって身重になったということは、マリアにとって大きなショッキングな出来事でした。そのことを聞いたヨセフにとって、それはなおさら大きなショッキングな出来事でした。神様の思いは、私たちの思いとは異なります。私たちも神様の言葉が語られたとき、神様から夢を与えられたとき、それの大きさ、その不思議さに驚くことでしょう。しかし神様はその中に働いておられるわけですね。神様が私たちに対して求めておられることは、正しい人。要するに信仰を持って歩む人。ヨセフは信仰を持って神に応答しました。ヨセフはその強さと優しさのゆえにマリアを覆い包みました。ヨセフはその思慮のゆえにマリアに触れることをしませんでした。神様の御心が成就したことがはっきりと分かって、初めてマリアと関係を持ったわけですね。このような信仰、非常に素朴ではありますけれども、思慮深く、神様の御心にかなった信仰を私たちも持ちたいとそう思います。神様を信じるところから始めてみましょう。神様の御心を今日優先させるところから始めてみましょう。そしてその御心に従うこと、決断をし行動を起こしてみようではありませんか。私たちは聖霊に満たされるとき、私たちは聖霊の通り良き管とならなければなりません。でなければ聖霊の働きは私たちのところで止まってしまいますね。お祈りいたします。愛する主を感謝をいたします。ヨセフとそしてマリアの信仰のゆえに感謝をいたします。ヨセフの大胆さのゆえに感謝をいたします。ヨセフの優しさのゆえに感謝をいたします。そしてヨセフの思慮深さのゆえに感謝をいたします。どうか私たちもこのようにして主を信じ聖霊に満たされますように、イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。We'll be right back.